アンブローズ・ビアス、アンブローズ・ギンネット、ビアス、アンブローズ・グンネット・ビアス、1842年6月24日は、アメリカの作家、ジャーナリスト、コラムニスト、代表的な著作に、風刺辞書、悪魔の辞典、短編小説、アウルクリーク教の一事件がある。人間の本質を霊賞をもって見据え、容赦ない毒舌を振るったことから、辛辣なビアスと、あだなされた。 マーカス・オーレリアス・ビアス、1799年から1876年、とその妻ローラ・シャー・ウッド・ビアスの子として、オハイオ州、メグズ郡ホースケーブ・クリークに生まれる。母親は17世紀のプリマス総督、ウィリアム・ブラッドフォードの末裔にあたる。両親は貧しくも、文学的素養があり、ビアスに読書と書き物への深い愛着を育んだ。幼年期を、インディアナ州、 カズヤスコ軍で過ごし、軍長所在地、ワルショーのハイスクールに通った。父マーカスは13人の子すべてに、A で始まる名前をつけた。上から順番に、アビゲール、アメリア、アン、アディソン、オーレギアス、オーガスタス、アルメダ、アンドリュー、アルバート、アンブローズ、アーサー、アデリア、オーレギアで、アンブローズ・ビアスは、大獣子である。 下の三人の子は早くに没したため、事実上の罰子として育てられた。聖火に馴染めず、15歳の時に家を出て、ノーザンインディアナンという、小さな新聞の食事公見習いとなって以来、上の兄、アルバートを除く家族とは、疎遠になった。南北戦争が勃発すると、ビアスは北軍に志願し、第9インディアナ不評連隊に加入した。ベストバージニア方面作戦。 1861年2、従軍6月最初の戦いであるフィルーピーの戦いに参加。7月のリッチ・マウンテンの戦いでは重傷を負った戦友を重下の下級出し、その勇敢さを新聞に紹介されている。1862年2月、将尉の任官を受け、ウィリアム・ヘイズンの幕僚となり、測量技官として戦場想定地の地図の作成に当たった。 1862年4月、シャイローの戦いに参加。ここでの精算な体験が、後の小説や、回想記、私がシャイローで見たものの下地になっている。1864年6月、ケネソーマウンテンの戦いにおいて、頭に重傷を負い、夏の終わりまで療養生活を送ったが、9月には軍務に復帰した。1865年1月に除隊となった。 しかし1866年半ば頃に福音、グレートプレーンズを横断する、全焼地視察を目的とするヘイズンの調査旅行に、後半から参加した。馬や馬車を使ったこの旅は、ネブラスカ州オマハに始まり、年末には、カリフォルニア州サンフランシスコに到着した。ビアスは1871年12月25日に、マリーエレンデー、通称、モリーと結婚した。 二人の間には、長男霊、1872年から1889年、次男リー、1874年から1901年、松女ヘレン、1875年から1940年、という三人の子供が生まれている。二人の息子は、ビアス本人よりも早く死亡している。霊は女性をめぐる、争いの中銃で撃たれて死に、リーは深酒に炎陰する肺炎で死亡した。 妻が、とある男性に宛てた手紙に、不義の疑いを抱いたビアスは、1888年以降、別居を始め、やがて1904年に離婚した。モリーは、その翌年に死亡した。もっとも、ビアス自身は、数多くの女性と、交流しており、例えば同業のジャーナリストであるブランシュ・パーティントンとは、恋愛感情の有無は別としても、生涯交流を持ち続けており、また、 ロアの詩人リリー・ウルシュに対しては、自宅の一角に住居を提供していた。敵対者も多かったが、同時に信奉者も多く、ビアス自身もまた、W.C. モロー、アドルフド、カストロ、ジョージ・スターリングなど、若い世代の面倒をよく見ている。また、生涯にわたって、全息や、戦傷の後遺症に悩まされ続けた。特にズラは年を追うごとに悪化し、 晩年にメキシコに行かなかったという説の一つの論拠となっている。サンフランシスコで名誉少佐の事例を受けた後、除籍となる。その後数年にわたってサンフランシスコに泊まり、やがてサンフランシスコに譲れたアルゴノート、オーバーランマンスリー、カリフォルニアン、ワスプといった数々の地方紙の寄稿者、編集者として活動し、名の知れた存在になっていく。 サンフランシスコニュースレターで執筆した犯罪記事はアメリカの古典文学を扱う経リ出版社であるライブラリー・オブ・アメリカのアンソロジー犯罪編にも採録されている。1872年から1875年にかけてはイギリスで執筆活動を行いファンシーに寄稿した。ビアスの初の著書魔物の優越はそれまでに書いた記事をまとめるという形で ジョン・キャムデン・ホットンを出版社とし、ドットグリル名義で1873年にロンドンで出版された。その後アメリカに戻ると再びサンフランシスコに今を構える。1879年から1880年にかけニューヨークの採掘会社の現地支配人として当時ダコタ巡州であったサウスダコタ州のロックビアデッドウッドに赴いたが、 会社の経営が行き詰まると、サンフランシスコに戻って執筆業に復帰した。1887年、ウィリアム・ランドルフ・ハーストが経営に着手した新聞、サンフランシスコ・エグザミナーの初期の連載コラムニストの一人として、プラットルというコラム欄を担当し、やがて、西海岸で最も強い影響力を持つライターに数えられるようになった。 ハーストニュースペーパーズとの関係は1908年まで続いた。ユニオンパシフィック鉄道とセントラルパシフィック鉄道は最初の大陸横断鉄道を敷設するにあたり、合衆国政府から多額の融資を受けていた。貸付条件は緩いものだったが、しかしコリス・ハンティントンは合衆国議会内の仲間に働きかけ、両者合わせて7500万ドルの債務を免ずる。 法律を成立させようとした。1896年、ハーストはこの試みをくじくべく、ワシントン DC に、ビアスを派遣した。この企みの真意は否得されており、鉄道社側は、大衆の預かり知らぬうちに法律を成立させようと、期していた。激怒したハンティントンは、議事堂前のステップで、ビアスに出くわすと、いくら欲しいのかとなじった。これに対するビアスの回答は、 全米の新聞に掲載された。ビアスの報道と痛烈な批判の結果、世論の怒りが高まり、法案は棄却された。ビアスは11月にカリフォルニアに戻った。ビアスは世間に対する容赦のない毒舌や風刺を強く、好んだため、新聞記者としてのその長いキャリアにおいて、論争を生じさせることも少なくなかった。実際、 ビアスのコラムの中には避難の嵐を巻き起こして、ハーストの立場を危うくしたものもある。一つを挙げると、1900年に、ビアスが書いた、フーシュ氏が、1901年のマッキンリー大統領暗殺事件後に、ハーストの政敵たちによって、問題とされ、世間の注目を集めた事件がある。ケンタッキー州知事への就任を控えていた、ウィリアム・ゴーベルの暗殺事件に際してビアスが書いた、 この詩は世間が感じている恐怖感を表現しようとしたものだったが翌年にマッキンリーが暗殺されると次に挙げる部分が事件を事前に知っていたと読むことができたのである。ハーストと対立関係にあった新聞社や当時の国務長官エリフルートはハーストがマッキンリーの暗殺を事前に知っていたものとして責任を追求した。沸騰する世論の中でハーストは 大統領職への野心に終止符を打たれ、ボヘミアンクラブからも除名されたが、問題の風刺師の作者がビアスであることを明かすことも、なければ、ビアスを解雇することもしなかった。ビアスは、同時代人から純粋な英語の達人と見られていたため、そのペンから生まれたもののほとんどすべてが、語法や文体の上で注目に値するものとみなされていた。 様々なジャンルの作品を巧みに書いており、幽霊もの、戦争ものの短編小説のほか、詩集も出版している。また、悪魔の偶話は20世紀には一般的なジャンルとなったグロテスクアイロニーの先駆けをなした。特にその短編小説は19世紀最高の部類に入ると考えられている。 自ら南北戦争で見聞きした生産な出来事をアウラクリーク教の一事件、レサカにて戦士、地下猛画などでリアリムを持って描いた。最も有名な作品の一つにただ引用される悪魔の辞典がある。隠語や玉虫色の表現に痛烈な風刺を加え、言葉に興味深い再解釈を施した。この作品はそもそもは新聞紙上で連載されたものが、 まず1906年に霊障廃音語集として出版された。1909年に出版された全12巻の全集の第7巻に収録される際に、ビアス本人の希望によって霊障廃音語集から悪魔の辞典に解体されている。1913年10月、71歳のビアスはワシントン DC を立ち、かつて関わった。 南北戦争の急戦場を巡る旅に出た。12月までの間に、ルイジアナ、テキサスを通過、エルパソを抜け、当時メキシコ革命のために混乱状態にあった、メキシコに入国した。シューダー・フアレスでパンチヨビリア軍に、オブザーバーとして加入し、その立場で、ティエラビアンカの戦いを取材した。チワワ州チワワまでは、ビリア軍と行動を共にしていたことが知られている。 この町から古馴染みのブランシュ・パーティントンに1913年12月26日付で当てた私自身もまたあそここを去ればその先どこに向かうかはわからないと記した手紙を最後に消息を絶ったビアスの失踪はアメリカ文学史上最も有名な失踪事件の一つとなったその行方を探る試みは何度も行われたが発見されることはなく 行き止まりの洞窟に入って二度と出てこなかった、戦場で押しした、チワワ州、シエラ・モハダで、銃殺刑に処された、そもそも、メキシコに行ったという、確かな証拠はない、と、諸説様々である。電気作家、リチャード・オコナーは、戦争体験によって、ビアスの魂には吠いたける悪魔が住み着いたと論じた。戦争が、一人の人間としての、一人の作家としての、 ビアスを作り上げた。その恐ろしい体験こそが、首のない血みど泥の死体や、イノシシに食い荒らされた亡骸を、戦いの場から髪の上に移動させることを可能に、したのである。エッセイストであるクリフトン・ファディマンはこう記した。ビアスは、決して偉大な書き手ではなかった。その不見識と想像力の貧困さは痛ましいほどで、ある。だが、そのスタイルは、 ビアスの名を後世に残す一つの要素だろう。そしてその遠征感の混じり気のなさもまた、ビアスが生き続ける一因となるに違いない。作家カート・ボネガットは、アウルクリーク教の一事件を、アメリカ文学の短編小説中最高傑作と、表したことがある。アメリカの最高の短編小説である、アンブローズ・ビアスの、アウルクリーク教の一事件を読んだことがない連中と、 なればお話にならない。この小説は、アメリカ人の天性の完璧な例である。日本における初期の紹介者である、芥川龍之介もまた、ビアスの短編小説を高く評価した。短編小説を組み立てさせれば、彼ほど鋭い利口化は少ない。評価が、ポーの再来というのは、各にこの点でも、到達している。悪魔の辞典の役所も出している、筒井康隆は、 短編小説講義で、命の半ばで、の、アウルクリーク教の一事件を除く、収録作を、いささかレベルの低い作品ばかり、明らかにダサ作と思われる作品もあるとし、作家として二流であったとまで書いているが、一方で、アウルクリーク教の一事件については、これ一作で十分ではないか。短編小説の傑作というものは本来アンブローズ、ビアスほどの才能ある人物でさえ、 稀にしか出現しないのはないかと高評価を与えている。代表作、アウルクリーク卿の一事件は少なくとも3回映画化されている。サイレント映画ザブリッジは1929年の制作である。ロベール・アンリコ監督によるフランス語版、フクロウの川は1962年に発表された。これはオリジナルの物語を忠実に当てれこした白黒映画で、 1964年にはアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズトワイライトゾーンの第142話、アウルクリーク教の一事件としても放送された。ブライアン・ジェームズ・イーガン監督のバージョンは2005年に発表された。ロバート・ W ・チェンバースは短編集王への王1895年の中でビアス作品からハスターやカルコサなどいくつかの用語や 架空の地名を借用している。後に、ホラー小説家の H.P. ラブクラフトがこれらを自分の小説に取り込んだため、さらに後の作家たちによって体系化された、ラブクラフトの世界、クトゥルフ神話にも登場している。芥川龍之介は、天真デビアスを紹介するよりも前に、ヤブの中、1922年を発表している。一つの事件が三者から三様に語られ、 最後は、霊媒師を介して幽霊が証言するという、その筋書きは、ビアスの月明かりの道に着想を得ているという見方がある。また、以降、主事の言葉には、悪魔の辞典の影響が見られる。ビアス本人、特に失踪前後の戦いを扱ったフィクションも数多い。イギリス出身の小説家、ジェラルド・カーシュの短編、瓶の中の手記、1958年では、 ビアスが失踪前に書いた手記が発見される。手記の中でビアスは、旧機種族と名乗る人々との遭遇を書いている。カーシュは、この作品で、エドガー賞短編賞を受賞した。メキシコの小説家、カルロス・フエンテスは、ビアスの失踪後を扱ったフィクション小説、オイボレ・グリンを1985年を表した。ビアスの性格をうまく使い、 当時のメキシコ社会の混乱と米国との関係を説得力を持って展開した。この小説は1989年にルイス・プエンソ監督グレゴリー・ペック主演で私が愛したグリーンゴとして映画化された。日本の小説家には小一が表した天皇・エンペラドールの未死1995年には革命中のメキシコに法人保護の使命を帯びて派遣される。 主人公の日本人管理と絡む重要人物としてビリア軍事のビアスが登場する。本作におけるビアスは歴史交渉を行った上でビアスの失踪前の動きにほぼ近い形で描かれている。1995年の第12回サントリーミステリー大賞大賞読者賞を受賞したこの品は同年テレビドラマ化されている。 メキシコ革命時代を舞台とするバンパイア映画、フロモダスクティルドーンさん。2000年では、マイケル・パークス演じるビアスが主要人物として登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。